レンピラは中央アメリカ西ホンジュラスの連家族の主張。1530年代にスペイン人フランシスコでモンテーホのホンジュラス地域への侵略に対し抵抗し勢力を指揮した。スペイン人征服者に抵抗した勇士として資料に残されている。レンピラの生涯には主に二通りの説がある。一つはスペイン黄金世紀の歴史家。 アントニオ・デ・エレーライラ・イトルデシリアスによるカスティーリア人の一般的史実に登場するもので、レンピラは、レンカ族のカレスというグループの主犯、エンティピカによって任命された首相としてのもの。エレイラは、レンピラは、レンカ語で、山々の死のような意味であり、レンカの町1 0 0カ所以上から3万人の兵士を指揮していたと記述している。1537年、ホンジュラスでは広範な地域で、 先住民の放棄があり、カレスはスペイン王国支配に抵抗したグループであった。スペイン軍は総督フランシスコ・デ・モンテイホの指示通り、グラシアスはディオス県近くのセルキンでレンピラを攻撃した。レンピラは高チの砦に交代し、何ヶ月も抵抗を継続した。最終的に砦からおびき出し、火縄銃を持つ兵士が待ち伏せし発砲し、レンピラを殺害した。 その後、連家族は降伏したとエレーラは伝える。ホンジュラスの学校ではこの内容を史実として教えている。1980年代になり、ホンジュラスの歴史家、マリオ・フェリペ・マルティネス・カスティー・ジョは、1558年にメキシコシティで出版され、セビリアで発見された、ロドリゴ・ルイスによるメリタス・ワイ・セルビチオス、ロドリゴ・ルイズ。 ヌエヴァ・エスパーニャという書物に全く違った内容を発見した。この書物はロドリゴ・ルイスがホンジュラスでモンテーホ軍に従軍中の記録でレンピラ殺害の内容があった。スペイン王がルイスに加紋し目撃談を回答する内容となっている。内容は下記の通り。ロドリゴ・ルイスはスペイン王に対しさらに主張を続けたが、 100ページにわたる文書上には、目撃者の証言があり、彼の主張の正しさを裏付けていた。ルイスはセンペソの報酬を要求した。興味深いことに、現在ホンジュラスの連家族に伝わる伝承でも、ルイスの説と合致しており、レンピラは、スペイン軍の銃弾を避けるためスペイン軍の防具を身につけていたとされ、待ち伏せで殺害されたのではなく、戦闘で死亡したとされている。 1931年、ホンジュラス政府はこの有志レンピラの異業にちなみ、自国の通貨をレンピラに解消した。1943年には、グラシアス県をレンピラ県に解消した。1957年、ホンジュラスの小説家、ラモン・アマヤ・アマドールはレンピラを題材に、エルセニョール・デ・ラシエラという小説を書いた。ありがとうございます。